れあれ。そんな風に見えるの、ケンちゃんぐらいだと思う。てるてる坊主は、明日天気にしておくれって、おまじないするために吊るすんだよ。ちょっと、そこまで言ったら気になるでしょ？どうして？
だか涼しいね、今日は。あ、そっか。ホタルの制服、まだ完全に乾ききってないから、だから涼しく感じるんだ。でも、それって、ケンちゃんのジャージだよね。やだよ、恥ずかしいもん。桜峰に着いたら、電車乗らなきゃいけないんだよ。男物のジャージなんか着てたら、変な目で見られちゃうよ。ひょっとして、心配してくれてるのかな？うわぁ、珍しい。ケンちゃん、今日はやけに素直だね。うん、素直じゃない。ケンちゃんって天の尺だもん。ちゃんのこと見てたの。コーナーキックの練習、一人でやってたでしょ。蛍、ずっと校庭の隅っこで見てたんだよ。そしたら急に雨が降ってきて。だけど、ケンちゃんやめようとしないし、最初は雨が降ってるのに気づいてないんじゃないかって本気でそう思っちゃった。でも違うんだよね。ケンちゃんはただボールが蹴りたかっただけなんだ。ずっと蹴っていたかったんだ。
わざわざ学校まで来たのも、サッカーがしたかったからでしょ？だから、ケンちゃんを見てたんだってば。だって、一緒が良かったんだもん。ホタルは、ケンちゃんと同じことを感じたかったの。だけど、ホタルはケンちゃんみたいにうまくボールを蹴ることはできないから、せめて雨をケンちゃんが浴びてるのと同じ雨を感じてみたかったんだ。あれ？もしかして照れてる？照れてなんかいないよ。ケンちゃんって本当に可愛いね。
あれ、ひょっとしてタルタル？あ、シンくん、ご無沙汰してます。ともやともやって叫んでる声が聞こえたからさ、誰かと思ったら。なんだそういうことね。今日はちょっと用事があってな、休みもらったんだよ。店長嫌な顔してたけど。それより稲健、お前の方こそ珍しいじゃん、タルタル連れてくるなんて。何年ぶりだっけ？どうだっけ？なんだ、てっきり別れたのかと思ってたのに。密かに狙ってたのにな、タルタルのこと。相変わらず嘘が下手ですね。嘘なもんか、本気だよ本気。タルタルってなんていうか、その可愛いからさ。ほら、やっぱり下手じゃないですか。じゃないの？こいつ野良犬だったんだよ。海岸で拾ってきたんだ。へえ、そうだったんだ。俺が家を出て行くあてもなくて、ふらふらと海岸を歩いてたら、同じように疲れ果てた犬が向こうからヘロヘロと歩いてきてさ。同病愛哀れぬってやつかな。不思議なくらいすぐに意気投合したんだ。もちろん俺がつけた。俺の友達にトモヤって名前の完全無欠のバカがいるんだけど、似てるんだこれがまた。そう、この犬もなんかバカっぽく見えるだろ。まあ実際バカなんだけどな。かな、ホタルには賢そうに見えるけど。トモヤ、トモヤ、お手。バカだろ。それは教えてないからでしょ。ちゃんと教えたよ、昨日の夜。昨日
昨日の夜教えて今日できるわけないじゃないですか。それは違うよ、タルタル。昨日の夜教えたのにもかかわらず今日できなかった。何ヶ月も前に教えたのなら忘れちゃってもしょうがないけど。タルタル、この前ごめんな、行けなくて。え、何のことですか？コンクールだよ、コンクール。一次予選6月にあったんだろ。ありましたけど、でもそんなの謝るようなことじゃないですよ。だけどあの時必ず応援に行くって約束したからさ。ちゃんと覚えてたんだ。てっきり社交辞令かと思ってたのに。うわっ、ひどいな。自分で言うのもなんだけど、俺ってそういうとこ結構律儀だったりするんだぞ。何ヶ月も前の約束だって絶対忘れたりしないし。変わってるよね。でもそんなところに魅力があったりするのかも。あ、ううん、そういう意味じゃないよ。ケンちゃんがシンくんのそんなところに魅力を感じてるんじゃないかなってそう思ったから。うん、ケンちゃんシンくんのこと好きでしょ。たまたま通りかかったら窓が開いてたからさ。
ひなけん。世の中には科学で説明できないことがまだまだたくさん埋もれているのだよ。悲しいこと言ってくれるね。お前は科学万能主義者か？実はさっき言い忘れたことがあってな。それを伝えようと思ってやってきたってわけ。ちゃんにはあんまり関係のない話。イナケンに折り入って相談があって。うん。おいおい、そんな煙たそうな顔するなよ。悪い話じゃないんだ。俺にとっても、イナケンにとっても。なあ、イナケン。話というのは他でもない。お前に借りた3万円のことなんだけど。したいのは山々だが、俺の懐事情はお前もよく知ってるだろう。確かにそれもある。でも話はそれだけじゃないんだ。どうぞって俺が言うことじゃないか。かき氷。出かけなくちゃいけないから。そっか。じゃあちょっと行ってくるね。イナケン、お前バイトしたくないか？だからこんな目で見るなって。バイトって言ってもお前が想像してるようないかがわしいやつじゃないんだから。ほら
俺が働いてるファミレスあるだろ。ちょうど今夏休みだし、人手が足りないんだよな。観光客というよりまるで赤手紙だな。ひと夏のアバンチュールを求めてわらわらと海を目指してくるわけだ。まるで赤手紙の産卵みたいにさ。知らないのか赤手紙。そうか、知らないのか。って、そんなことはどうでもいいんだよ。とにかく、そんな目的を持って海にやってきた連中は適当にナンパして、あるいはされて、夜になるとしょっぽい打ち上げ花火なんかやって、そこそこ盛り上がったふりをして、最終的には近くにあったファミレスに怒涛のごとく流れ込んでくるってわけだ。正確に言うと、最終段階の一歩手前なんだけどな。そりゃそうだよ。あいつら花火の残骸も片付けないし、タバコの吸い殻も平気で投げ捨ててくし、海を汚すだけ汚しといて、いい気なもんだよ、まったく。ほがらかな職場なんだが、働く気はないかな。どうぞ。稲犬は今、親の仕送りだけを頼りに生活してるだろ。経済状況は俺と同じように切迫してるはずだ。そこに転がってきたバイトの話、単純に収入が増える、これって悪い話じゃないよな。それも単純なことだよ。人手が増えれば仕事が楽になるし、それから今日みたいに突然用事が入った時にも。まあ、そういうことだ。明日からよろしく頼むよ。実は店長にもう話をつけてあるんだ。っていうか、店長の方から俺に話を持ちかけてきたんだけどな。誰かバイトしてくれるやつ探してきてくれってさ。
明日の午前中暇だろ。じゃあ決まりだ。一応面接するらしいから明日の午前中来てくれって。と言っても形式的なものだから心配することはないぞ。採用はほぼ確定だ。そろそろ、なんか始めた方がいいんじゃないのか。それは何もバイトである必要はないと思う。受験勉強に専念するんならそれもいいだろう。サッカー部の練習に出て後輩を指導するなんていうのも一つの手だ。とにかく、今のお前には決定的に何かが欠けていて、見てるこっちの方が知りない。わかるだろ？俺の言いたいこと。お前の夏はまだ始まったばかりなんだ。あまりいいの残ってなくて。よくわかんないんだけど、チョコアイスとかいうやつを買ってみたりしたのだ。これでいいかな、ケンちゃん。あれ？俺の分は？買ってないよ。だってさっきすぐ出かけるからって言ったでしょ。言ったっけ、そんなこと。言ったよ。ねえケンちゃん、今まで何の話してたの？そう、アルバイトと赤手紙の関係について。赤手紙？あれ？タルタルも知らないのか？赤手紙ってやつはな、満月と新月の夜に受精や産卵をするんだよ。あんな小さなカニがどうやって月の満ち欠けなんてものを知るんだろう。不思議だな、自然って。あ、そういえば今日も満月だったね。ご一